ああ、お腹すいたー。ああ、お腹すいたよー。お腹すいたよー。ああ、この前海で遊んでいたら調子乗って沖まで行ったらなんかでかい津波来て、こんなとこまで来たよー。ああ、とりあえずお腹すいた。とりあえずお腹すいた。もう食べるものがない。耐えられないよ。もう無理だ。いや、でも土って食べられんのかな？今目の前にあるのが土、砂、草。え？土って食べられんのかな？いやでもこの死のこと言ってられない。死のこと言ってられない。もう俺は土と砂と草で生きていくしかないんだ。あーもうお腹すいた。もう救助が来るまで。救助が来るまで俺はもう土と砂と草でなんとか。いやでも俺友達いないから救助なんて来るのか。そういえば泳いでいた時も。あれ？これはミミズ？ミミズ？いやでも、お腹が空いたからといって、いや死にそうだからといって、ちょっとミミズを食うのは、いやちょっと、あ、でも、いやでも、虫、いや虫、いや食いたくないや、虫か、あ、む、え、む、うん、虫か、どうしよう、虫、しょうがない。ま、とりあえず、一口あげ、いただきます。いただきます。あれ？美味しくね？はい。というわけで、どうも皆さん、こんにちは、ピクソと申します。というわけでね、まあね、虫が美味しいということは多分あんまりないと思うんですけども、今回はですね、モッド紹介をしていこうかなと思います。はい。でね、今回紹介するモッドがですね、ワームズモッドという名前でして、まあ、名前の通り、虫をね、ちょっと追加するモッドなんですけども、まあでもそんなに追加される数は多くなくてですね、こう見た感じ3種類だけなんですよ、3種類だけで。まず、この最初食べたね、こうミミズなんですけども、ワーム、このワームがですね、これをモッドを導入した状態で、土をね掘るとですね、たまに水、ミミズが出てきて、でこれをねかまどで焼くとこんな感じでクックドワームといって、あのね、なんかミミズが美味しくなるのかな。ミミズって美味しいのかな？食べたことないからわかんないけど。まあ、これがですね、確かね、これが、空腹度が2個で焼くと4個。でですね、次のこのね、グルブ、まあ、読み方よくわかんないんですけども、この虫が、なんかもう、非常にこのぐにゃぐにゃ動いてる虫がいるんですけども、これがですね、あの木をですね、掘るとですね、たまに木からね、こう出てくるんですよ。こんな感じで。これもね、同じ感じで焼くと、食べれて回復量も一緒です。で、こっちも、このキャッチアップモーバーみたいな。まあね、こう英語はちょっと苦手なんで、全然わかんないんですけども、これもですね、木から取ることができて、焼くと、クックドラ、みたいな感じで、なんて読むんだろう。まあ、英語得意な人は、ちょっとこいつバカだなと思いながら、訳を書いてくれると嬉しいです。はい。で、こんな感じでね、虫をね、3種類追加するモッドができます。はい。まあ、だからね、こう、普通にマイクラを始めた時に、まあ、単純に周りに動物がいなかった時に土掘って、木を掘れば、まあ、食料が手に入るという、そういう感じのモッドですね。はい。まあ、そんな感じなんで、これだけで本当に。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。またね、違う動画でお会いできたら嬉しいです。では、じゃねばい。じゃねばい。あ、食えなかった。じゃねばい。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンの方は、チャンネル登録ボタンか動画説明欄から、PC の方は画面の登録ボタンをクリック。それでは、じゃねばーい。